マンハイム中央駅1840年開業時の駅舎2014年8月2日の事故現場マンハイム中央駅はドイツの都市マンハイムにある主要鉄道駅である。ドイツ鉄道に21駅あるカテゴリー1の駅のうちの一つでもある。ドイツ南西部では シュトットガルト中央駅に次いで繁忙な駅で1日あたり185本の長距離列車を含む626本の列車が発着し7万6千人の旅客数を有している。2001年に駅の改修工事が完成している。元の駅はハイデルベルクからのバーディッシェ本線のターミナル駅として1840年にタッターザールに開業している。 ライン川を越え対岸のルートビヒスハーフェンアムラインを結ぶ橋が計画される都駅は移転を要した。現在でも一部が残存する駅舎は1871年から1876年にかけて建築されている。1900年代に入ると駅の拡張か再配置が検討されるようになる。1915年に既存駅の拡張が決定した。1927年には 駅の正面は取り払われて10メートル通りに近い部分に採築され、駅の面積は倍になっている。第二次世界大戦によって、甚大な被害を受け再建されるが、装飾部分がないより、シンプルな形だが、以前の駅舎を思い出させるものになっている。1999年から2001年にかけて、駅舎は全体的な改修が行われ、プラットホームの両側の建物は拡張され、 ガラスドームの入り口ホールは左右対称の形に復元された。伝統的な形と現代風の形が融合している。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。マンハイム鉄道事故に関するカテゴリ。ありがとうございます。